ごめんね、うちの娘と変わらないなと思って。ママ？ママ友行動？反抗期な感じで打つのダメですよ、娘に。なんかそれ教育の一環ですか、それは、打つのは。そう、ママ褒めて。あー、すごいすごい。イエーイ。すごいよ、よくやったよ。やったぜ。これがママなんだよな。絶対僕守るんで、ママズは。ママこんにちは。こんにちは。アザゼル、本田って言います。14歳です、お願いします。若い。お願いします。若いっすか、14歳。若いよ、若い。あ、マジっすか。あれ、皆さん何歳ぐらいなんですか。いや、もう全然、もう全然上ですよ。もうマジっすか。なんか4番さんしか喋れないのかな。たぶん、お願いします。なんかそんな、あ、お願いします。あ、お願いします。本田14歳って言います。あ、違う、14歳本田です、お願いします。よろしくお願いします。あと3番さんが話せれば全員コンプリートです。コンプリートしませんか、みんなで。3番さん、3番さんのこれ、ケンタッキーフライドチキンさんですか、これ。3番さん笑わせないで。あ、ちょ、え、 F がねえや、 F が F がねえや。で、足りてなかったですね。ちょ、どこおりますか。あ、任せます、お願いします。じゃあ2番さんと4番さんで、あ、じゃんけんで聞きましょう。じゃんけんで。じゃんけんしていいよ。打っちゃって、打っちゃって。こら、こらってる。こ、あ、安全なとこ、安全なとこ。ケンタッキーさんダメだ。ケンタッキーさんもうちょっと死なせよ、ここで。ダメだこいつ。ちょっとダメですね、ケンタッキーさん。なんか僕らで呼び名決めたくないですか。なんか2番3番さんっていうのはあれなんで。じゃあ、2番さんの名前はレオパルド。覚えられない、覚えられない。覚えられない。で、4番さんがベンジャミン・フランク。どうですか、4番さん、ベンジャミン・フランク。じゃあ、私ベンジャミンで。ここ、カーありますよね。え、レオパルドの方。レオパルド。了解、レオパルド、カー、了解。私どっちだっけ。ベンジャミン・フランクです。4番さん、ベンジャミン・フランク。ベンジャミン、はい。一応あれだろ、昔の大統領の名前です、アメリカの。小学校で習いました、ベンジャミン・フランクっていう。おー、あの、算数の授業で習いました。算数の授業で。算数で習った。はい。ケンタッキーさんまで生きてますね。ケンタッキーさん生きてます。まあ、ケンタッキーって名前もあれなんで、カーネルにしましょうか。カーネル。あー、カーネルは一番わかりやすい。カーネル、うん、カーネルにしましょう。レオパルドは大丈夫ですか。あ、大丈夫だった、大丈夫です。結構サンダースが頑張ってますね。お、カーネル生き残ってますね。カーネルだっけ。どっちだ。どっちだ。3番どっちだ。お前カーネルかサンダースか、どっちだ。はっきりしろお前。どっちだ。ガラスか。皆さん荒野やって長いんですか、歴は。いや、もう全然です。あ、僕も 8年ぐらいですね、今年で。8年目ですね。マジですか。マジで 8年やってるんで。14歳なんで、小2年。そうですね、小1からやってます。わお。本当は東小学校の本田って言われたんで。お、カネルさんやってる。カネルさんやってる。カネル強いな、マジか。あっち行きます。いやー、でもカーネルに任せていいんじゃないですかね、残り60人ぐらい。こっちの町行きますか。あ、カーネル出荷されましたね。カーネル、カーネル出荷されましたね、今。カーネル、お臨終ですね。これもしかして僕この中で一番年下ですか。多分ね、そんな気がするかな。マジか。うん、そんな気がします。14歳一番下っすか。14歳一番下です。だと思うな。くー。若いよ。14歳でそんなに喋れたら達者です。あの、放送委員やってます。放送クラブ言います。放送クラブ。放送クラブ。なるほどね。いい子してます。ありがとうございます。あれ、こう、ん、高校、あれ、中学生。僕ですか。14歳、うん、中2ですね、今。ってことは
中。おほほほほ。で、まず、ちょっと待って、何がおほほなんですか。ごめんね、うちの娘と変わらないなと思って。ママ？ママ？ちょっと、ま、ママ友でみたいな感じですか、今この関係は。いや、ママ友コード？あれ、あ、もう言っちゃった。誤射です。ママ大丈夫ちょっとママ。ママ大丈夫、とりあえずちょっと今誤射しないように頑張る。でも あれじゃないですか、14歳の娘だとやっぱね、こう反抗期と言いますか。言いますか。あ、失礼しました。素が出ちゃいました。ママ今打ったのママ今。ママ今ごめんママが打った。ママダメっすよあの。動揺してた。反抗期だからって打つのダメっすよ娘に。大丈夫。何ですか。よしちょっと攻めますかじゃあ。ママたちは絶対僕守るんで。任せてください。どうしよう。お？誰だ？あ、ごめんなさい。私です、私です、ママ。それ、なんかそれ教育の一環ですか、それは、打つのは。これママの誤射です。ママちょっと怖いですよ、ちょっと。あとちょっとママにじゃあ僕のあの、お小遣いで買ったこれ見せるんで、行きましょう。行きましょう。僕ポルシェなんで。お小遣いで当てました。お小遣いで偉い。おお、ポルシェ。5万ぐらい課金しましたこれ。5万。車来てる。来てる。やりましょう。あ、距離すぎる。あ、距離すぎない。オッケー。オッケー。オッケー。ママ褒めて。ママ。ああすごいすごい。イエーイ。すごいよ。よくやったよ。やったぜ。これがママなんだよな。5ミリもここにあります。あと4個も。オッケー。軽これちょっと勝ちたいですね、これ。あ、アンチ行きたいですね。アンチ近いですね。残り26人でこのアンチ危ないっすよ。ママーズ。ママーズ。絶対僕守るんで、ママーズは。サプレッサーとかないっすよね、アサルトの。ないです。ですよね。ママサプないか、ママサプ。これ、ここ強いな。あ、ないな。誰だ撃ってんの。山上かな。195か。じゃあみんなこの木行きましょう。誰だカー撃ってんの。あ、ごめん。あ、今私あ、キス敵います。絶対210側いますね。アンチ側多分やってると思うんで、ここ刈り取りましょう。ママスナイパー怖っ。ちょうど見えない位置臭いな。あ、絶対あっち側だ。295絶対来ますよ多分。アンチあいつら入ってないんで。右からも来てるな。285もなってんな。ですよね。ここはちょっと羅生門になりかねないぞ。が、学校で習いました羅生門。学校で習いました。もう忘れちゃったもう。僕ちょっと将来あの直木賞作家になりたいなと思って。おお思ってます。いるね。あ、受信した。おい120っす。向こうか。いや、165ですね。マジか。とか120ぐらいから、あの4件。オッケー。やばい、後ろいた。やばい、上いた。ママー。ママー。ママ頑張って。やばい。あー。ママー。ママー。大変。
ママ あれは囲まれてるか